皆さんこんにちは、無理やりです。今日はですね、じゃん、私が大好きな三日月桃子で買ってきた商品の紹介をしたいと思います。三日月桃子って皆さん知ってます？全部300円で移り変わりが結構早くって、商品のタイミングがめっちゃ良かったらメルヘンなものとかがめっちゃゴソって入ってたりとか、あとはもう本当に 2,3 千するものが300円で売ってたりとかね、結構レアなあのものが売っているショップなんですけれども、私大好きで今日行ってきました。今回はあのポイントカードがたまったので1点分無料でもらえて、あとは4点買ってきました。あ、スタッフ募集してますね。2枚も入ってる、すごい、来てって言われてるけど考えておきます。まず1個目、じゃーん、ハッピーアワーって書いてある看板でございます。すごい可愛いと思って、ほんと一目惚れして買いました。ここの壁ずっと殺風景で、ここの棚がやっと届いたので、この棚の上に置くものはこれから作るんですけど、ちょっとやっぱりこの辺りが殺風景なので、なんか貼りたいなと思って、今日はそれメインにちょっと買ってきてみました。で、全然その話から一変、全然貼るものじゃないんですけど、じゃーん、可愛くない？この猫のスリッパ、ほら、めちゃかわばんちょ。私犬派なんですよ。で、全然猫も好きなんですけど、猫アレルギーなんですよ。見るだけでも結構なんか猫って感じ、猫って感じなんですけど、猫の恩返しとか大好きで見てるんですね。なんかすっごいね、それを思い出してしまって可愛いなと思って。なんか色もさ、夢革で、ほら、このね、水色好きなんです私。こういう夢かわな水色が好きなので、この合わせとしては猫ちゃん可愛いなと思います。はい、そしてこちら、あれ、逆だった、こちらでございます。ドゥイーン、バレエのね、人たち、バレエの人たちですね。こんな感じになってて、こことか飾れるかなと思って買ってきました。撮影部屋は上にあるんですけど、主に私ここ結構座ってたりとか、こっちに今ソファーがあるんだけど、やっぱリビングで仕事することが最近増えてきて、暑いんですよね、2階って。1階の撮影部屋がまだ活用できてないっていうのもあるんですけど、1階でもちゃんと撮れたらいいなと思って、一個一個撮影場所を今増やしているところでございます。そしてこちら、これ可愛くないですか？めっちゃね、使えると思って買いました。もうこれは一目惚れで迷いなしで買いました。お菓子とか入れるようにこうやって書いてあるんですけど、普通に私たち2人暮らしなので、おかずとかを洗うの大変なんですよ。なんかお皿にいっぱいにこうやったりとかして、で、例えばなんだろう、汁物とか、例えばね、レバニラ作りました、で、麻婆豆腐作りましたとか、こう、なかなかないんですけどね。そうなるとレバニラの汁がなんかこう同じさ、お皿にあったら隣に移っちゃったりとかして、なんか味がウェーウェーみたいになっちゃう時があるんですよ。大きいお皿に何種類か入れるみたいな、2、3種類入れてっていうことがあったんですね。で、その時をちょっと思い出して、あ、これいいなと思って。変な話、これでね、住む人もいるじゃない？こっちにご飯入れて、サラダ入れて、おかず入れて、デザートとか済んじゃうかなと思って。で、私一人とかの日もこれで1個で済んじゃうかなと思って、めっちゃ楽ちんそうなので買ってきました。で、何より可愛いですよね。じゃーん、可愛くないですか？これめっちゃ可愛いと思って、もう一目惚れです。完全なる一目惚れです。これをパケ買いと言うんでしょうっていうぐらい一目惚れです。これ何かわかる？みんな、これはですね、チューブカラーズポーチって言って、これの水色もあったんですけど、私はもうこれも超可愛いで、私ポーチが大好きなんですよ。なので、もう桃子に行ったらほんとポーチばっかりいつも買っちゃって、使ってるんですけど、ポーチインポーチとか結構してるんですよね。大きいポーチの中に何々用のポーチ、何々用のポーチみたいな、こうポーチオンポーチみたいな、よくわかんないことを私するんですけど、お化粧品だったりとか、あと本当に鉛筆とか入れてもいいと思います。っていうのはね、
ここ気になるでしょ皆さん、ここ開けるんです。ほらほら削りになってんの、ほら。なので、あの今結構ペンシルタイプとかあんまり皆さん持たないかもしれないんですけど、ペンシルの場合はここでエイブローとかアイライナーとか今こう削るタイプの使ってる子はこれで削れちゃうんです。すごくない？マジで。いやこれ超可愛いと思って、もうさ可愛すぎて買ってきてしまった。一番なんか可愛いってなったやつ、今買ってきたやつも可愛いんですけど、もう一番なんかときめいて買った。原宿系女子とかもこれ好きなんじゃないですかね。だってもう可愛くない？もうさ、あんまり持ってる人がなんかいないようなものが私好きなので、これあんま持ってないんじゃないですかね。こうやってさいっぱい入れてさ立てかけてこうやって置けそうじゃない？ほら立てかけておける。皆さんよかったら見てみてください。これの水色もあったので、もう水色好きな子はね多分ねめっちゃ水色可愛いと思うと思う。なんかねこんな色のこの色のこのここが水色でしたね。他の色ももしかしたらあったのかもしれないけど、ピンクと水色しかなかったです。でもこれ超可愛い、私は好き。サラダプレートみたいなやつ。はい、ということで今回はももこで買った超可愛い夢革の商品たちでした。これもさ夢革色なんだけど、ちょっとハワイっぽかったり、なんだろう、ちょっと常夏っぽかったり、まあ夏っぽかったり、でも夏以外でも使えたりとかっていうメリットがあって、まあ、今回のこだわりは夏以外でも置いといても可愛いっていうのが私の中であったので、夏以外でもずっとこれは常備してあると思います。ということで皆さんよかったらももこ見に行ってみてください。では森有里でした。こんな両手で抱え込んでごめんなさい。いっせーので、おつわり、バイバーイ。三日月ももこ、三日月ももこ、えおえお。言ったことある人は知ってる歌。